はい、おはようございます。最近ですね、好んで飲んでるお茶があるんですよ。そのお茶がね、でん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 、これです。牛のね、亀さんの料理にしばしば登場するこのローズマリーなんですけども、ある時にね、お茶にもなるよって、ハーブティーになるよって聞いて、それから飲むようになりました。ローズマリーものすごい生命力強くて、もうゴン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 伸びてきちゃうんで、これがね、切ってきまして、はい、水よーく洗いまして、そしてこれにお湯を注いでて、というわけでほんのり色づいたお茶になるわけです。これ本当はあれですかね、やっぱりこう葉っぱを乾燥させたりなんかしたりするもんなんでしょうかね。でもね、これうまいんだよ。これ今ね、1分とか2分とかそんなもんなんですけども、これ結構じっくり、ね、お湯に漬け込んで時間待って蒸らしてもね、なかなか美味しいです。入れっぱなしにしてね、かなり茶色くなっても結構苦いんだけど飽きないんですよね。ハーブティーそんなに得意ってわけじゃないんだけどな。これだけは不思議と続いております。これがね、飲んだ後で調べて知ったんだけど、花粉症にも効くそうで、ね、調べるとね、すっごいいろんな効果があるんですよね。びっくりしました。飲みやすいんだよな。個人的には大好きなお茶です。ローズマリーがものすごい増えてるという方は、よかったら飲んでみてください。はい、ありがとうございました。